皆さんこんにちは、 BJ ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは、アプローチでの正しいテイクバック、そしてバックスイングについて説明をしていきます。今回アプローチでやっていくのは30ヤード40ヤードの振り幅の、部分で、しっかりと正しく振れているかどうかというのをチェックしていきます。このようにバックスイングを上げていく際に、もちろんこのヘッドというのはインサイドに入ってもダメだし、アウトサイドに上がっても NG なショットになってしまいます。このヘッドをインサイドに上げたくないというイメージから、手元がこのように浮いて左手の甲がこのように前に出てしまう方、ヘッドのポジションだけ見ればインサイドにはいないんですが、この手とヘッドの関係を見たときにこのようなシャフトラインになってしまう、非常にレッスンしていて多いです。このようになってしまうと、クラブヘッドがこのように戻ってシャンクをしてしまったりですね、さまざまなミスを引き起こしてしまいますので、今回正しい動きを覚えてください。このように構えていただいてバックスイングをした際に、手元よりもヘッドが前にいるという意識を持って練習をしていきます。この左手の甲がこのように上げていく動きというのは、肩のラインの捻転も作られません。左手の甲を上げずに、この手首の形というのはキープしたまま体を捻転していく、このようにしていくと自然にこの形が作られます。それでは今のイメージ、意識して打っていきたいと思います。ここから手を前に出すのではなくて、上体を捻転しヘッドをまっすぐ目標向へ反対に上げていくといった意識で打ってください。もう一度打ってみます。はい、このようにですね、打っていただくと、正しくアプローチ打つことができます。最初の出だしから、もうミスをする動きを作るのは NG ですので、ここ気をつけてみてください。左手の甲が前に出る、左手の甲が上に上がるといった動きがないように、テイクバックでしっかりと確認をして、バックスイング正しいポジションできているかなっていうのをチェックしてみてください。以上で本日のレッスン終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。